龍二でございます。本日も東急ハンズ広島店にやってきております。今日まず僕が紹介したいのがですね、こちらでございます。これ分かります？よく見ると浮いてるんですよ。そう、リニアの力で動いております。リニアモーターカーですから浮いて走ってるんです。だからやっぱ全然スムーズですよね。動きがすごいリニアモーター感ありますよね。実際見たことないんですけど、いやー未来感じますね。次世代の新幹線として期待されるリニアモーターカー、動く仕組みを学ぶのにぴったりです。さあ本日もたくさん素敵な商品を紹介していきますよ。お手伝いいただくのはこの方でございます。東急ハンズ広島店の岡本さんです。よろしくお願いします。元気いっぱいでいきましょうね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ジャパンイモーションがおすすめする日本の面白グッズ、便利なアイデア商品やお土産に最適なグッズも登場しますよ。ソイネさん、はい、絵を描くのは好きですか？好きですけど、まあ、うまくないですけどね。描くのは好きですよ。そうなんだ、はい、あ、じゃあとっておきですね。とっておき、はい、何ですかとっておきの商品？これ見てください。これなんですか？絵を描いて自分オリジナルのものができるんです。あ、そういうことですか、はい、お気に入りの絵や文字を描いてオーブンで焼くだけ。手軽にオリジナルのマグカップを作ることができるキットです。この底の部分に文字を書いていきたいと思います、うん、カップの底に何やら書く龍二くん、そこに書くとは素晴らしい発想。黙々と絵を仕上げます。これアートですからね。絵を描き始めて15分、作品の完成です。もう渾身の一作になりまして、ポイントはゴチね、これでごちそうさまでしたっていうのをね、毎回思うことができますから。完成したのはカラフルなドット柄。何をイメージしたのかというと、僕が好きな、ね、画家が、ね、うん、ピカソなんですけど、ピカソが晩年に言った名言で、うん、やっと子供みたいな絵を描けるようになったっていう言葉があるんです、うん、だからこれ子供が描いたみたいでしょ、うん、これこそが究極のアートなんですよ。ああ、なるほど、ね、なるほどですね。皆さんもぜひぜひやってみてください。おすすめでございます。日本で人気のカプセルトイをご紹介。その種類の多さに外国人旅行客もびっくり。ガチャガチャポンポン。さあ毎度お楽しみガチャガチャのコーナーでございます。本日僕がチャレンジするガチャガチャはこちら、葛飾北斎ねえ、全5種類でございますよ。これ狙いましょう。神奈川沖、うわーちょっと頼む、出て、開けます。なんだなんだこれは。おおお、来た、めちゃくちゃ嬉しい。これ神奈川沖でございますねえ、すごいリアル。僕実際この絵見たことあるんですけど、美術館で。色もね、あの何色かで同じ青でも分けてますし。へー、やったぜ、めっちゃ嬉しいです。葛飾北斎の浮世絵を立体的に再現したユニークなミニチュア、迫力が伝わってきます。続いてはリュウジ君が発見した面白グッズ、見て使って嬉しいグッズを紹介しますよ。面白い商品見つけました。こちらでございます。じゃん、これ化石なんですよ。サメの歯の化石でございますよ。すごいですね、東急ハンズ化石売ってますよ。すごいね、他にもいろいろたくさんあるんです。例えばこちらはウニの化石ねえ、まあ、トゲトゲがないタイプのウニなんでしょうかね、まあ、そういうの考えるだけでもロマンがありますよね。でアンモナイトの化石見たことはあると思うんです。でもこれ見てください、ここここここ、めちゃくちゃ立派なんですよ。
このアンモナイトの化石、色がねすごいしっかり残ってて綺麗なんですよね。光の角度によって色が変わったりとかして、そしてさらにですよ、こちらちょっと来てください、こちらでございます。これがですね、骨格標本と言われるものたちなんですけれども、いろんな標本があるんですけど、これタツノオトシゴでございますね。尻尾がくるくるってなってますね。これ本当に実際の、生きていた生物の標本、なんかすごいアーティスティックだなと思って。タツノオトシゴ以外にもこれ分かります？これピラニアの標本でございます。すっごいさ綺麗ですよ。もともとの骨組みのデザインっていうのは美しいですよね。ずっと見てたいですね、この辺りも。水産大国である日本は養殖技術も世界最高水準にあります。その一方で商品価値や生産調整などで市場に出回らない魚がいるのも事実です。捨てられてしまう魚の命を何とかしたい、その思いから生まれたのが透明骨格標本。子どもたちへ命の大切さを伝えるものです。さあ岡本さん、続いては、はい、続いてはここのコーナー、はい、おー、はい、これは何のコーナーですか？和素材のコスメ、和素材、和素材のコスメコーナー、はい、はい、おー、米ですとか、はい、お米を原料にした化粧品、はい、なんか 100% 国産米を、お米の化粧水、はい、へえ、じゃあ肌に良さそうですね、はい、そして柚子、柚子、柚子香りがいいから最高ですよね、はい、爽やかでね、みんな大好き柚子ですよ、柚子いいですね、はい、そして大豆、大豆、大豆といえば、はい、カネさん、はい、納豆、納豆、納豆が、え、納豆化粧水になりました。ダメでしょこれ顔につけるもんだから匂い大事ですって。納豆臭いですから、はい、絶対ダメでしょ。つけてみてください。嫌ですよお断りしますいや、そう言わずに匂いしないんですよ。それはつけてみないと。いやいやいや、それちょっとリスク高すぎるでしょまあ一家仕事だしやるか。じゃあ仕事じゃなかったら絶対しないですからね。納豆と言われると確かに匂いが気になりますね。はい、ちょっと匂い、あ、しない、いけるかな、うん、思い切って顔に、あ、しない、全然納豆の匂いしない。はい、で、つけた瞬間からもうしっとりしてる、うん、ぜひお試しあれ。他なんかありますか？この…え、なにこれ？ゴールドマスク、金のパック、はい、高っ4500円、でも24金だ、はい、うわ、人生で一回でいいけ、こんなしてみたいわ。サイネさんならできます。できん、できん、できん、だって1回のパック4500円、はい、自腹で買えるの。自腹で。そっか、今日は買えないけど、はい、何かいいことあったら来ますの、ぜひ買いに来る、はい、さあ本日もたくさん素敵な商品と出会うことができました。皆さんもお土産探しや旅の思い出にぜひ東急ハンズに遊びに来てください。岡本さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね